い、本日のワンポイントアドバイス。ゴキブリは頭を落としても1週間は生きていられる。死因は餌が食べられないことによる餓死らしいです。頭を切り落としても生きたい方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ローラのコラを使ってガチのアサリをやっていきたいと思います。やりー、まず1枚やっていく。よしよしよし、ハンマーやり。開幕2枚を切り落としていった。あーやば、戻ってきやがった。戻ってきやがったぜ、あいつ。気づいてねえわ、しめしめと思って言ったら戻ってきやがった。でね、最近ですが、いやーうぜ、やばダメだこりゃ。おお、スマホどうした。あのね、 X ファイル見てます。X ファイルって知ってますか。面白いんですよ、マジで。いるやろここに、まだ。いやー、うざい、うまい、やばい、うざい、うまい、やばい、早い、安い、うまいみたいな感じ。もうなんか焦ってもダメだから、こうだよ。 OK、 やり、これでいいんだよ、これで。そう、これでいい。まだ返せそう。そんな上手くないぞ、相手。上手いか、そんな。よしよしよし。今のもう味方が来てんの見えたんで、あれでいいんですよ。ナイス。やばっ。その3枚やられはダメだわ。ここまでちょっと積み上げたものすべて台無しにしたわ。きついなぁ、きついね。やばっ、きつ。いや、下手くそだなぁ。言ってくんねえかなぁ、で、バキって言ってくんねえかなぁ。ダメか、ダメだろ。ちょっと舐めすぎたな。こいつあんま上手くねえだろ、はっきり言って。上手いふりしてるだけでしょ。必死感が伝わってくるんだ。あの画廊もなんか上手い感じがするんだけど、すごい必死感で、必死感で持ってやってる感じがするんだよな。くそ、ローラー持ったか。ダメだな、こりゃ。あー、もっと排除しないとあかん。排除しないとダメ。少しでも排除して数を減らしていかなければ、このチームで勝利というのは難しい。お疲れー。よし、2枚やり、2枚やり、2枚やり、頼むー。3やりなってるじゃん。ああ、それもう頑張っ、まあ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 、しゃあねえな。やば。1枚落ちてる味方。いやー、勝てそうな試合だったのにな、頑張れば。さすがに落ちたら勝てんわ。
めんなよマジで。1枚落ちてるからってなめんなよマジで。むしろノックアウトできないのはどうなんかね。残念。もう落ちた試合でもあげますよちゃんと。うん、僕はうまくいったやつ動画だけ上げてるうんこみたいなやつは違うんで。ああ。ということでね、X ファイルを皆さんで見ましょう。久しぶりにね、レンタルしたわ。DVD を。なんかネットで見れんくて、うん。なんか、もう借りるしかねえなってなって。なんかさ、思い出補正があるじゃん。そう、昔見た、映画とかドラマとかって。だから、昔見たから、思い出補正かなと思って、今4話くらい見たんですけど、面白いっすわ。なかなか面白いです。三沢さんの暇な方は。ちょっと SF なんですけど、怖いのが苦手な方はちょっとあれかな。うん、でもその怖いのとか好きな方は、おすすめなんで、X ファイル見てください。てか見ましょう、一緒に。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。